はい、こんにちは。医学部受験塾メディキット塾長の細井です。さあ、今回もですね、大先生、麻布について教えてください。お願いします。じゃあ、まあ麻布はとりあえずもうほぼ生徒が、まあ、自治というかですね、自分たちでことを決めていって、好きにほとんど先生たちは干渉してこないってことなんですかね。まあ、そんな感じですね。例えば中学3年間でこれおもろかったなっていうエピソードありますか？結構みんなやんちゃなので、授業中抜け出すこととか、コンビニに行くんですけど、授業中コンビニに行って当然ビニール袋に入れて帰ってくるじゃないですか、はい、そういった時に先生に見つかって、お前ら何授業中行ってんだって言ったら、トイレ行ったらこれ落ちてましたって言って、生徒が5人ぐらい帰ってくるみたいなことがありましたね。めっちゃ可愛いですね。トイレにそんなミルクティーなんて落ちてるわけねえだろとか言われながら、いや落ちてたんすよって言って、授業中に普通にミルクティー飲むみたいなことが結構ありましたね。なるほど。そうやってこう授業中に抜け出したりするのがちょっとブームになったりするわけですね。今はちょっとあるかどうか分かんないんですけど、サンクスっていうコンビニがあって、ちょっとサンクス行こうぜみたいになって、行くかって言って、先生トイレにこれ落ちてましたとか、もうもはや何も言わずに堂々と入ってくるやつも最後いました。ちなみに場所はもう超絶一等地ですからね。そうですね、目の前にめちゃめちゃでかい公園と、天皇家の方々が来ると言われてるテニスコートがありますね。もう疲労の大一等地でそんなことをしてる私服の少年たちみたいな感じなんですかね。そうですね、だから悪さすると一発でバレます。あの辺麻布のやつらしかいねえみたいな感じなんですか。もうそうですね、だいたい中学生で私服で歩いてて悪さしてるとなると、すぐ通報が入るぐらいにはバレます。毎年文化祭にはね、かなり力を入れてるってことだったんですけど、まあ、5月の、ね、文化祭が終わったら、まあ、ある程度その受験モードっていうかね、になるのかなと思うんですけど、麻布はどうなんですか、はい、受験は。そうですね、大きく分けて2つ3つですかね。1つが高校1年生ぐらいからコツコツと受験勉強を頑張ってるタイプと、2つ目がそのちょうど文化祭と体育祭が終わってから勉強を頑張るタイプと、3つ目がまあダラダラして気がついたら受験を迎えているタイプの3つです。あの割合教えてもらっていいですか。高1から頑張ってるぜってやつが4割ぐらい、ちょうどイベントも終わったしそろそろ本腰入れるかってやつが、まあ、3割ちょっとから4割いないぐらいで、残りがダラダラで。まあ、その3割は間違いなく浪人するってことですね。まあダラダラしてて受かっていうやつは僕の周りでいないです。ちなみに先生はめちゃめちゃダラダラしたってことですかね。僕はそうですね、なんだかんだ頑張ろうと思いつつダラダラしてました。どんなにね、まあ、自由でもうかなりね、まあ、その校風も緩くてと言われても、立っても麻布ですからね、かなり優秀な人材たちが集まってると思うんですが、そのふざけた環境の中でも、もうゴリゴリやっぱ勉強してる人たちもいるわけなんですね。もう高校1年生の頃から某塾に通ってガリガリ東大目指す、ね、そうですね、某塾に行ってガリガリ東大目指すでっていう人もいるけど、早い人は中1から通ってません？中1から入ってる生徒よりもなぜか分かんないんですけど、高校1年生ぐらいから入る生徒の方が優秀なんですよね。やっぱりね、腐っても麻布なんで、やっぱり東大の合格者実績はもう上位、まあ、5番ぐらいには必ず入ってきますよね。そうですね、確か僕の記憶が間違ってなければ上位10位以内、唯一漏れたことがない高校だったと思うので、常に10位以内もいると思う。麻布は東大っていう意識は結構強いんですか。そうですね、とりあえず志望校で迷ったらまあ東大一緒みたいな感じです。実際自分のそのクラスとか見てると、やっぱ突拍子もなく頭いいやつは結構多いんですか。やっぱりいますね。なんでお前ここいるのっつったら、まあまあつくこま行けたんだけど、つくこまより麻布の方が魅力的だったからとか、そうやって感じで、もうつくこま入れる頭って、もう麻布来るっていう人がちらほらいるんで、そういう人たちはやっぱり別格です。まあそういう子は、まあ、東大の中でも理三行ったりとか、まあ、京大行ったりとか、そういう人もいるわけですか。そんな感じです。先生たちの考える自由って、まあ、その責任を伴うよっていう言葉があったと思うんですけど、はい、要はその進学実績とかに関しても麻布の先生は何も言ってこないんですか。もう本当にどんなに成績が悪くても一切口出ししてこない。成績が悪くて例えば学年300人いるんですけど、
300人中280番とかでも本人が東大に行きたいって言ったら、じゃあ頑張れよみたいな感じで、特にだからお前東大は無理だって、ここの大学にしろよとか言われることもなくて、ただただ自分で決めたんだったら頑張れ。すげえ。特にそのなんかアドバイスを求めたらくれるけど、別に向こうからアドバイスするしてくるわけでもないんですね。そういうわけではないですね。だからそこがその自由の難しいところで、先生たち側からは関与してこないけども、どうしてもそういうなんか情報とかアドバイスが欲しいんだったら自分たちで聞いてこいよっていうのもその自由の中に含まれてる。はあ、なるほど。まあ渋谷幕張にはその自重自高っていう言葉があるんですけど、まあそれも多分その田村先生がその麻布とかでね、まあ、培った自分でちゃんと調べたり自分で考えたりしましょうみたいなね。はい、だからそれを別に言ってこないけど勝手にやれよって感じなんですかね。もう本当にそんな感じですね。じゃああんまりその麻布の先生たちは進学実績気にしてないんですかね。まあでもやっぱりちょこちょこ毎年東大の合格シーズンとか合格者が出るシーズンになると人数は確認しますね。けどまあ模試の結果とか出てるから大体傾向で分かっちゃいますよね、この学年は頭がいいとか。そうですね、大体この学年頭いいからワンチャン100ちょっと乗るんじゃないかっていう代もあれば、もう先生たちから君たちの代はちょっとな心配だよなって言われる学年もあったりとかして。おー、だからやっぱ100がちょうど100超えたらまあいい学年みたいな感じなんですかね。もうなんだか90ちょっと乗ったらいい学年で、悪い学年だと多分60とか70いかないぐらいになると。そんな高校3年間でのなんか面白いエピソードみたいなありますか。どっかのクラスに行けばジャンプが落ちてて、そのクラスのやつにこれちょっと借りてくよって言って借りていけば大体ジャンプは無料で読みます。なるほど。またその教室に落ちててまたどっかの人がまた取りに来るみたいな。まあ、そうですね、基本的にも読み終わったらなぜかゴミ箱に捨てるっていう習慣がないんで、とりあえず床に置くみたいな、一旦床に置く習慣があるんで。ちなみに喧嘩とかは結構起きるんですか。喧嘩は中学1年2年の頃はやっぱりしてる人は多い。なんか戦ったりしてるんですか。結構中学校1年生の頃は専用で遊べる中庭っていうスペースがあるんですけど、なんかそこでサッカーとかしてて揉め合いになってるところとかは見かけますけど、まあその高校とかになるとあんまなくなってくるんですか。もう高校になってくるとなんかそんな喧嘩なんかめんどくさくねって感じになっちゃって、それも殴り合いとかはしないです。いじめはありますか。いじめはあんまり聞いたことないですね。もうみんな別に我関せずみたいな。結構我が道を行くタイプの人間が多いと思う。お互いめちゃめちゃ興味を持つっていう人が少ない気はします。みんななんかフリーランスでたまに一緒になんかするみたいな。でも結構仲いいやつは仲いいやつでつるんでて、他の界隈と関わらないっていう感じのコミュニティが多いので、仲いい同士で結構集まってて、お互いはお互いじゃねみたいな感じなんで、特にそんないじめとか あそこやばくねみたいな感じのがならないです。いや確かにその麻布のやつら見てて思ったのは、なんか大学とかで一緒になってもなんかあいつのことあんま知らないんだよねっていうやつがめっちゃ多いなと思ったんですけど。そうですね、6年間300人でいる割には僕も何人もそのあどんな人だったっけみたいな、名前何だったっけなみたいな人生徒もいるんで、結構そういうことはあると思います。なるほど。